ルーボチャンネルのルイです。今日はなんか話があんだって。リフォームするから壁に落書きして。は？どこに？いいんじゃない？まあまあ壊すからいいっちゃいいかもしんないけどな。まあいっか、思い出になるからやるか。うん、どっちみちゃ剥ぐんだからな。そうしよう。やるか。よし、じゃあちょっと何で書こうかな。ちょっと準備しよう。うん、よし、じゃあはい、レッツゴー。ルイボーチャンネル。よしよ、試し書きしてるって書いてあるんだね。うん、その上に、いいじゃん。ちょっと薄いけどね。うん、いいね。星でも描こうかな。あとその下はあんまごちゃごちゃしないように、今度下に描けないよ。うん、いいじゃん。ちょっと雑だけ。うん、いいね。いいじゃん。かっこいい。かっこいいか。けどいいね。うん、あーやっちゃった。どうすんだよ、リフォームしなかったら。そのまままだ検討中なんだからさ。いいじゃないよ、書いちゃったんだよ。リフォームできますよ。まあするしかねえな。うん、書いてたから、ね、けどこのまま残したいような気もするけどね。なんかいいよ、意外に良かったな。ルイボーチャンネル、ちょっとあれだな。まあまあ映ってるか、薄いけど。うん、いいね、いいね。ちょっとこうすればわかるかな。もうちょっと近づいてみようか。どうかな、見えますか？クーピーで書いちゃった。ペンとかの方が良かったからかな。いやー、まあまあいい、まあいいか。うん、うん、あとはいい、ね、なんか下の方に絵でも描いてさ、うん、記念になるね。ね、よし、よかった。よかったんだかな、なんだかね。まああとでみんなも描いてもらおうか。うん、ね、楽しい思い出にして、うん、あんまり変なとこ描かんでね、天井とか。そこまでにしてよ。うん、じゃあまあもうちょっとでリフォームするとしたら、もうちょっとだから、うん、ね、記念だな。記念だね。うん、おい、字間違えてんじゃないかよ。よろしく、よろしくね、なて。おい。ちょっとテストもちょっとそうだけど、国語で弱すぎると。よろしくねだ。さっき気づかなかったよ、書いてて。うん、ね、よろしくねになったんだけど。皆さん、はい、ちょっと薄いな。ルイボーチャンネル、ルイ、ルイ、よろしくね。欲しい。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、よろしくお願いしますね。はい、はい、いい思い出になりましたか。はい。じゃあま
まあリフォームしたお部屋も紹介今度ね、うん、みんなに、はい、紹介しようと思うんで、またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。また次回お楽しみください。バイバイ。バイ。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。バイ。